アメリカでのタリ人寸前の自由シーカーです。アジアの、韓国系のフィギュアのお店とかに行って、でその後スーパーマーケットに行ったら、ちょっと帰りが、家に帰ったらもうこういう時間になってますね。もう日本はもう金曜日ですね。で、こうちょっとでも出かけたりすると、もう見なくちゃいけないビデオがたまってしまうんですよ。このロー&クライムなんかはもうビデオ5つぐらいたまってしまったし、 NHK ワールドはいくつ、あ、2つしかたまってない。コート TV は2つしかたまってないと。で、これも1つか。昨日みたいに掃除しながらとか、一昨日みたいに縫い物しながらとかだと、その見なくちゃいけないビデオがたまるってことはないんですよ。で、婚活系 YouTuber さん、なんか事務長じゃなかった、ボス弁さんって、なんか結構ひどくないですか。なんか例の司法書士事務所も、なんかやらせで面接を受けさせる。私はラブリー君、君のことを追い出そうとしているわけじゃないんだよみたいに、なんかこう自分が悪者になりたくないのかなんだかで、でそうやって次の働くところを紹介するからさみたいな。で、だけども、まあ場所と待遇が悪いから、もうまるで、まあ、興味が持てなかったってことですよね、ラブリーさんね。で、なんかそれでも、まあ、一応紹介したからみたいな風にしたいのかなとか。で、なんかの大事なことをあやめ先生に先に相談したとか、そういうのが気に入らないんですかね。でも、なんでそういう、まあ私も15年ぐらい前にちょっとそういう経験ありますけれどね。なんか順番的にどっちに相談するとかいうので、まあある人を、まあむくれさせてしまう、まあ怒らせたっていうか。でもなんかそれも、まあ、誰に先に相談するとかだったら、なんか相談してほしいんだったら、そういう、まあ、場を設けるなり、あんまり忙しそうな風吹かさないとか、そういうにすればいいのになって思いますけどもね。まあ、なんかのビデオ、メンタリストさん、大悟さんでしたっけね、ちょっと忘れましたけど、法律家とか経営者とかは、ソシオパスでしたっけ？なんかサイコパスは、まあ、連続殺人とかそういうちょっと怖いあれだけど、ソシオパスの方でしたっけね。それが多いとかって言いますけれどもね。なんかボス弁さん、自分が、悪者になりたくないっていう、そういうことなのかなとか思ったんですよね。その司法書士の事務所紹介するとかいう、そういうエピソードができてた時に。だけど、もう、いざ辞めるってなると、なんかどんどんずうずうしいなっていうか、そのボス弁さんがラブフリさんに対して、その仕事終わったらもう誰とも連絡をし、なんか連絡禁止とか、なんかそういうことって命令できることなんですかね。なんか余計なお世話な感じがする。で、普通辞めるともう連絡ってそうそう取れない、普通取れなくなるし、疎遠になるのが普通なのに、一生懸命その事務所の人間と連絡しないでくれみたいに言うのもなんかおかしい。で、辞める時期も7月下旬だったのが、まあパルルさんが、まあ、昨日辞めて、で今日で朝のうちに辞める
辞めさせられるっていうか、誰もいない時にっていう、そういうこと、朝誰もいない時にってことを言ってましたよね。なんかそんなことまで指定できるっていうか、なんかその事務長の方からあれもこれもなんか自分の好きな風に持っていく、その話を持っていく、その事務所の人間と、もう連絡を取らないでほしいとか、みんなが出社、みんなって金曜日どのぐらいの人が来てるんですかね。なんか今そもそもコロナの関係でいっぺんに全員集合しないようにしてるんじゃなかったんでしたっけね。でしかも金曜日って休みの人多いんでしたっけ、今働いてらっしゃるところって。でなん、ラブフリさんが何でもはいはいっておっしゃるから、それでなんか要求がなんかどんどん、まあ、エスカレートっていうか、でまあもしもですよ、今週の例えば月曜日とかに、なんかラブリさんが、まあ、仮にですよ、皆さん僕は今週いっぱいまでです、今までどうもありがとうございましたとか月曜日に行ったりとか、または木曜日の朝にっていうか、まあ、昨日の朝に僕パルルさん今日までですねとかありがとうございましたとか言って、で皆さん僕は明日までなんですってもし宣言しちゃったら、そしたらどうなるんでしょうね。でそしたらボスベンさんが人に何か相談するなって言ったじゃないかって言うんですかね。だけど家発表しただけですってごまかせないんですかね。で何か皆さん E メールアドレスとかそういうのがあるから、メールとか使っちゃったりとかできないんですかね。今週までです、ありがとうございましたとかで、そしたらなんで相談するんだとかって言われちゃった場合は、家報告しただけですとかってごまかせないんですかね。でラブリさんは以前おまわりさん、警察官とはちょっとまあ喧嘩まがいっていうか言い争いっていうか、まあ、ちょっと議論をしたみたいな、議論したっていう、ちょっとそういうビデオがあったとありましたよね。その職務質問に応じるか否かみたいな。でそういう感じでやってしまったらまずいんですかね。で何ですか、僕はあゆみ先生に相談しますよとかって、まあ、仮に言ったとしますよね。辞める1週間前とかに そんなこと言ったらなんとか罪とかになっちゃうんですかね。で何でしょう、辞める日にち時間とか携帯とか様子とか、まあ、何でもいいんですけど、そういうの一つ一つ お伺いを立てたら、それが全部それややめてくれって言われたと、一つ一つお伺いを受けたのがまずかったんですかね。まあ私一昨年から去年にかけていわゆる無人民泊、大阪特区の民泊業者で働いてたんですよ。オンラインで働いてたんですよ。アメリカの東海岸に住んでますけど私。でそれの時差を利用して、その大阪の無人民泊のための E メールの代行の
まあ、アルバイトっていうか、まあ、個人事業主ってちょっと何て言うのか分かんないですけど、それやってたんですよね。まあ、時差を利用するってことは、まあ、民泊使う人、まあ、世界中の人が日本に来るってことは、まあ、メールをチェックする人24時間欲しいっていうことで、私は、まあ、夜勤ってことですよね。日本の夜勤はアメリカ東海岸だと昼の勤務ってことになるんで、です。だけどちょっと諸々あり、諸事情あって、もうまあ辞めたいってことを言ったら、まあ時給が200円だったんですよ。なので私以外にやれる人がいなかったみたいで、まあ辞めてほしくなかったんですよね。まあそので、まあでも私辞めたんですよ。でそうしたら、まあなんかまあ、弁護士の名前使ってちょっと脅しめいたことを言ってきたんですよ。私が辞めたことでなんか損害が出たとか言って、で、まあ、その社長さんは国立大学の法律学科を出てる人、法学部だか法律学科だか分かんないですけど、神戸大学のね。でな、しかも元ソムリエってことは、まあ言ってみれば水商売じゃないですか、大阪の。まあそういう、まあ海鮮山鮮みたいな人が、まあ私に対してまあ脅し脅迫めいたことを言ってきたんですよね。で、まあ私はもうそれでもう、まあこっちはもうあらゆる行政機関に相談して、で国際コーリングカード使って労働基準監督署に電話したりとか、そういうことをしたんですよね。だけども、まあ実際出頭できないのはちょっと厳しいんですよ。実際まあ新大阪で降りて、でそこの大阪城の横にある労基署に行って、でその次に何か労基署の人が何か一緒にそのお給料取り立ててくれるとか、そういうのがあって、その当時はっていうか去年で、それで。だけども、ちょっと日本に行く予定もないとか思って、で、それで、ああ、もうどうしようって思って、で、私またその神戸大学出身のその社長さんに、最後の2ヶ月分払ってくださいって、もう5回目ぐらい、4回目だか5回目ぐらい言って、で、それでも、まあ無視されて、まあ向こうもね、法律の勉強したんでしょう、神戸大学の法学部出身ってことは。なので、そのもう問題にも事件にもならないと思ったらしいんですよね。でその時に私はそこの民泊業者の当時5人ぐらい働いてたんですよ。でその5人全員に私メール出したんですよ。助けてくださいって、行政機関どこそことどこそこにも相談したんだけども、出頭できないとまあちょっと、まあ、助けてもらえないって。でもしも私と同じように困ってる人いませんかって言ったんですよ。その5人全員にメール出したんですよね。で最後に文章の最後にコピートゥー誰誰、コピートゥー鈴木さん佐藤さんなんたらさんみたいにしたんですけれど、でそれでそのポイントはですね、私神戸大学法学部出身の社長さんに対して言わなかったことは、他の社員みんなにも相談しちゃいますよとか、相談していいですかとか、そういうこと一言も言わなかったんですよ。もしも相談しますからねとか言いますからねとか言ったら、なんとか罪、何でしたっけ、ちくり罪じゃなくて、なんとか罪とか、そういうのになるかもしれないじゃないですか。罪って罪の罪ですね。そうなっちゃうと困るんで、ある日突然みんなにメール出したんですよ。で、そしたら、まあ、まあ、善人ずらしていたんですよ。その神戸大学の、神戸大学法学部出身の元ソムリエの社長さんは、善人ずらしてたんですよね。そのツイッターの中では母子家庭を支援しますみたいな、なんかそんなかっこいいこと言ってんですよ。
で、だけど、シーカーさんの、お給料、2ヶ月分ちょろまかしてたんだって、そういうのが分かって、まあ、要するに、法律問題云々に行く前に、行く以前の問題で、まあ、私はプレッシャーを与えたんですよね。まあ、6人の会社ですよね。で、実は、なんか、社長、なんか、母子家庭の支援する、応援しますとか、かっこいいことをツイッターに書いておいて、実は、6人のうちの1人に、なんか、脅迫めいたことを言ったり、お給料をちょろまかしたりしてたんだって、そういうのが、まあ、わかるわけですよね。なので、まあ、お伺いを立てたら、まあ、やっぱり、まあ、却下されるってことでしょうね。で、特に、まあ、リモートの仕事ではなくて、会社で、っていうか、まあ、事務所ですよね、法律事務所。そう、で、やっぱり、まあ、個人の法律事務所、まあ、個人って言っていいんでしたっけね、弁護士さん何人いるんでしたっけね。で、個人でやってるところだと、やっぱり俺の事務所だみたいな、そういう感覚ってあるんでしょうね。それで、まあ、ボス弁さん本位のことにの流れになったってことですかね。やっぱり礼儀正しい人が損をする、何でもお伺い立てて損をするっていうのは、まあちょっとやりきれないですね。まあボス弁さんも、まあ頭のいい人はどうなんですかね。まあポーカーフェイスが上手なんですかね。いい人のふりをしてっていう。で、だけども人から恨まれるのもちょっと怖いんですかね。で、まあ、お、あの、まあ、わ、私は一応、次の職場紹介したし、みたいに思いたいんですかね。まあ、自分がすっきりしたいからですかね。まあ、まあ、なんでしょうね。まあ、自分がすっきりしたいからって、なんでしょう、あれこれ言ってくるって、まあ、言われた経験ありますけれどもね、私もね。シーカちゃん、ごめんね。私たち、実は、クラスの行きたい人たちだけで、なんか、温泉旅行行ったんだって、シーカちゃんには、伝えなかったんだけどって。でも、それも、自分がすっきりしたいから、私に言ったんですもんね。シーカーさんのこと仲間外れしたんだけど、黙ってるのが辛いから、すっきりしたいから、悪いけど聞いてって、あなたを仲間外れにしたことを、ちょっと吐き出させてみたいに。そこでも私使われたんですね。いわゆる、まあ、イモーショナルタンポンっていうんですかね。まあ、弱肉強食の世界なんですかね。なんか、まあ、気の毒っていうか、まあ、どうなんですかね。まあ、多分、ラブフリさん遠慮する方だから、あやめ先生に後から連絡したいとかしないでしょうね。そうしたら、あやめ先生がラブフリさんに連絡してくれるのを、もうそれ期待するしかないんですかね。例えば、私、独立することになったからとか、例えば、佐藤あやめ法律事務所とか、鈴木あやめ法律事務所を立ち上げることにしたから、あんたまた来なさいよとか、そういうことを期待するしかないんですかね。まあ、あとは事務長も、例の小料理屋さんに行けば、まあ、そこをたまり場って、大学生かって感じですけどね、そういうにできるんですかね。まあ、いや、もう、弱肉強食。いや、確かに、もう、ラブジさんのビデオで、30歳過ぎたら、人生にどんな楽しみがあるんだってことですけど、ねえ、
平均寿命はどんどん伸びる一方だし、そしたら30歳の後、80歳まで50年もあるんですもんね。長い、長すぎる。まあ、そうですね。まあ、せめて、ラブフリさん、トルコリラでしたっけ？それ、まあ、今も下がってんでしたっけ？まあ、あとは今は、まあ、YouTube チャンネルがあったのは、まあ、不幸中の幸いかなっていうふうに思いますよね。まあ、いやなんか、ボスベンさん、まあ、ちょっと、まあ、見損なったっていうか、まあ、自分の保身ばっかりで、なんでしょうね、その、まあ、その、社労士の妹さんが、まあ、どういう状況なのか分かんないですけども、まあ、なぜ今働きたいのか、家族構成分かんないんですよね、その社労士の妹さんが、結婚してるとか、バツイチとか、そういうの、情報がまだ分かってないんでしたっけね。で、まあ、仮にその人が、バツイチだとしたら、お前、一人暮らしはお金がかかるから、俺ら家族のところに居候すればとかって、そういうふうに言えばいいじゃないですか、その、ボスベンさん。そしたら、その、社労士の妹さん、フルタイムで働く必要ないじゃないですか。そしたら、そしたらば、ラブフリさんは 0.5 の仕事、0.5、5人分のポジションで、社労士の妹さんも 0.5 人分のポジションとかって、そういういわゆるジョブシェアリング、ジョブシェアリングって私20年前からちょっと聞いたことありますよ。一つのポジションを2人で分けるってことは、1人が 0.5 って、そういうふうにやってもいいのになとかって思いますけれどもね。まあ、なんでしょうね、なんかそういう上の地位にある人とかって、まあ、まあ、立場が弱い人のことまで考えない、まあ、そのカーストが上の人って、まあ、スクールカーストなんかもそうでしょうね。軽口叩きが上手で口達者な人気者の生徒たち、その一人でポツンとしてる他の生徒を混ぜてあげたっていいじゃないですか。ペラペラ上手に喋れるんだから。だけど、まあ、そういうおとなしいポツンと一人で座ってる子をグループに入れたりとか、そういうのしないですもんね。その軽口叩きが上手な人、上手なそのスクールカースト上位の生徒とかなんでね。まあまあ嫌な世の中ですけれどもね。まあです。まあで、そこなんですよね、私が反出生主義に惹かれてしまうっていうの。まあ私さ、これの前の動画では、私自分の子供と買い物行って愛してるとか言ってましたけども、その私2人目は産まなくてよかったなって思うんですよ。どういう人生になるかわからないし、まあ人ってもう驚くほど無関心だし、まあ驚くほど、まあ、残酷なとこもあるんでね。なので、まあそんなこともあってね、まあ何もいいことがないまま半年経ち、また来年になり5年経ちって、そうになることが多いんでね。まあまあ、田舎に住もうかなっていう話がちょっと出たんですけれどもね。まあまあ、引っ越しとかで、まあ、引っ越しなり移住なりで、気分が変わるといいですね。まあ、我が道を行く男たち、その赤い錠剤の人で、そういう静かなところに住んでる人結構いるみたいですよね。まあ、食べるものが十分あって、でリモートの仕事があってとか、まあ、そういうのとかですかね。まあラブリさん頭のいい人だし、まあ
心配してますとかって言われても嬉しくも何ともないかもしれませんけれども、あのいつも動画ありがとうございます、楽しみに聞いております。で、私のこの、 あの口下手動画も聞いてくださった方ありがとうございます、私のコメント欄で、書士百科ですかね、あのいろんな考えの方がいらっしゃると思うので、まああのいろいろあのコメントあの書いてくださればと思います。ではありがとうございました。